北島からここは中谷がいい守備を見せる。そのパスを出した。そしてバラダうまく処理して縦粘る瀬川。さあ柿谷だ。相馬ここ潰したいですね。潰した。いい取り方。中谷もう継続してということになりますね。中谷と金子のせいで中谷が抜けてくる。そしてマテウスヒールでなかなかこう距離感がうまくいかないところ。中島大賀ポスト駒井囲まれる。中谷攻撃中谷が寄せていった。次の勝ちです。杉浦の出足よく奪った中谷、まあそこに立つことで相手のサイドバックやセンターバックがどう動くのか。さあここはピトゥッカーが運んでいく。中谷のいい守備。かなり熱くなってきましたこの名古屋と鹿島の一戦。いいですね、フェルのところ前にスペースがあるぞ。ルーカスフェルナンデス。マルシーニョスペースを分けるランニング知念。これはうまく止めました中谷。入れ替わってスピードアップ自分でボックス内へぐってきます。少し上がってくるフロンターズ逆を狙ったパスになりました。エサが前を向くスルーパス。これはよく絞りました中谷。ここはうまく取った大南間で受けた小山津。さあファーストタッチかわしました。小屋の赤い壁が立ちはだかっています。そこを割ろうというこの山田。素晴らしい。黄色ユニフォームを着ていたこの中谷。ボールを持って鈴木馬のクロス。回帰のヘッドを折り返し、うわ溺れて原付遺跡で加入してきました。さあ宇高が来た。宇高が来た。かわしたかわした。最後、ここはなんとか中谷。細谷を使うボール。ここはスピードがある。入れ替わるか。入れ替わった。あっと倒れたが、コーナーキックです。ここは中谷のいい守備です。鹿島の10番マテウス・サビオから近いサイドに来て細谷がいるが、中谷阿部のスルーパス、これはナイスカバーです。中谷決定的なチャンスもありましたから、はい、さあそれを許したくない清水。カルディーノスの折り返し。さあ中谷です。細谷がついていきます。鹿島のユース出身の鈴木優馬の落とし、仲間さらに落として上田綺世というところでした。さあここから中谷が長い距離を運んで、中谷また中谷入れたチャンスだ。ねえところをはっきりするということだと思います。ここでマテウスです。中谷がそのまま上がっていきます。メンデスの前で中谷、中谷体を張った。跳ね返ったところ中谷だ。少しここボールずれて、ただもう一度中谷が出てきた。中谷のシュート、こぼれ球滝谷。いやーおっと合わせた。ニアで中谷です。セットプレーから得点。先制アウェー名古屋グランパス。コーナーキックからの得点になりました。の前クリアをしていく。ダイレクト中谷のシュート。阿部のクロス。スラッシュ。どうだ。もう一度まだある。マテウス低いボールで来た。先手を取りました名古屋グランパス。前半の15分です。共に高校サッカーを沸かせた2人が、まあ、今日は違うチーム。ここで鈴木優斗がしっかりとキープできていれば面白い岩田でした。今度は攻守が変わります。さあこれが酒井にいいパスが入りましたね。1点は取りたいでしょうね。はい、立てます。マテウスに収まる。で内田がちょっとインサイドに入ってプレーをして、ここいいライン間。そして向こうサイド相馬も揃った。長いヒール。完全に相手を押し下げることになりました名古屋。マテウスだ。中谷グランダーのボール、わずか合わない。相馬も合わない。稲垣と相馬が飛び込みましたが、わずかに合いませんでした。はい、非常に見ますね。よく見える。はい、はい、いいプレスでしたね。森下です。中谷。さあマテウスが走る。
中谷ダイレクト、阿部がもらったヒールでマテウス、まあ、簡単には失いたくないですね。なるほど、はい、いいボールが落ちました。中谷は長いボール追いついた阿部、藤井から右中谷、間でネオシルバー、いいワンタッチでしたね。一つの強度のセンターバックの間で、まはい、岩田がだんだんと相手陣内にも入っています。さあしかし今度は名古屋、さあ名古屋もここは裏、森下がいる、つないでチャンスだ、決まりました。松田早めに入れてきました。清武うまい体の入れ方、しかしここは取った中谷、空中戦、ここも中谷が勝ちました。パスを出そうとした中原ですが取った中谷、これを奪っていく、佐々木が詰めていく、中谷のプレー、逆サイドパトリックを狙ったクロス、鈴木優馬、あっと頭同士が当たったか、大丈夫でしょうか。中谷が今外に開いている、豊かレオシルバの横まで少し稲垣が下がって、はい、ルーズボールで拾って江坂、切り替えてない。ここは中谷さすがですね、やっぱりね、いい関係だな、チャンスになりますね。いいダブルでしたね、中谷。さあ、いいボールでパーッ、ちょっと待って、ペルビギーんと中谷のパワーリングです。まあ、うまく背後へ抜け出したんですけど、